親友交換、太宰治昭和21年の9月の初めに、私はある男の訪問を受けた。この事件はほとんど全くロマンチックではないし、また一向にジャーナリスティックでもないのであるが、しかし私の胸において、私の死ぬるまで消し難い痕跡を残すのではあるまいか、と、 思われるそのような妙にやりきれない事件なのである事件しかしやっぱり事件といっては大げさかもしれない私はある男と2人で酒を飲み別段喧嘩も何もなくそうして少なくとも外見においては和気あいあいりに別れたというだけの出来事なのであるそれでも私にはどうしても 揺るがせにできぬ重大事のような気がしてならぬのであるとにかくそれは見事な男であったあっぱれなやつであった良いところが一つもみじんもなかった私は昨年離財してこの津軽の聖火に避難してきてほとんど毎日神妙らしく奥の部屋に閉じこもり時たまこの地方の何々文化会とか何々同志会というところから 講演しに来い、または座談会に出席せよなどと言われることがあっても、他にもっと適当な講師がたくさんいるはずですと答えて断り、こっそり1人で寝酒など飲んで寝るという、やや偽院者の明け暮れにも似たる生活をしているのだけれども、それ以前の15年間の東京生活においては、一番安い居酒屋に出入りして、一番安い酒を飲み、 いわゆる一番下の人物たちと語り合っていたものであって、大抵の無雷感には驚かなくなっているのである。しかし、あの男には呆れた。とにかく、ずば抜けて嫌がった。9月の初め、私は昼食を済ませて、母屋の居間で一人ぼんやりタバコを吸っていたら、野良木姿の大きな親父が玄関のたたきにのっそり立って、いやあ。 と言ったすなわちそれが問題の親友であったのである。私はこの小説において一人の農夫の姿を描き彼の剣をすべき性格を世の人に披露しもって階級闘争におけるいわゆる反動勢力に応援せんとする意図などは全くないのだということをバカらしいけど念のために言い添えておきたい。 それはこの小説のおしまいまでお読みになったら、大抵の読者には自明のことで、こんな断り書きは京ざめに違いないのであるが、近頃は、はだ頭の悪い無感覚の者が、しきりに何やら古臭いことを言って騒ぎ立て、とんでもない結論を投げてよこしたりするので、その頭の古くて悪いいや、かえって利口なのかもしれないが、その人たちのために一言。 岩でもの説明を付け加えさせていただく次第なのだ。土台、この小説に現れる彼は、百姓のような姿をしているけれども、決してあのイデオロギストたちの敬愛の的たる農夫ではない。彼は実に複雑な男であった。とにかく私はあんな男は初めて見た。不可解と言ってもいいくらいであった。私はそこに、 人間の新しいタイプをさえ予感した。良い悪いという道徳的な審判を私はそれに対して試みようとしているのではなく、そのような新しいタイプの予感を読者に提供し得たならば、それで私は満足なのである。彼は私と小学校時代の同級生であったところの平田だという。忘れたかと言って、 白い歯を出して笑っているその顔にはかすかに見覚えがあった知っている上がらないか私はその日彼に対して確かに軽薄な社交家であった彼は藁草履を脱いで居間に上がった久しぶりだなあ彼は大声で言う何年ぶりだいや何十年ぶりだおい 二十何年ぶりだよ。お前がこっちに来ているということは前から聞いていたが、なかなか俺も畑仕事が忙しくてな。遊びに来れないでいたんだよ。お前もなかなかの酒飲みになったそうじゃないか。わっはっはっは。私は苦笑いし、お茶を注いで出した。お前と俺は喧嘩したことを忘れたかしょっちゅう喧嘩をしたものだ。 そうだったかなそうだったかなじゃない。これを見ろ。この手の甲に傷がある。これはお前に引っかかれた傷だ。私はその差し伸べられた手の甲を熟視したが、それらしい傷跡はどこにもなかった。お前の左の向こうのすねにも確か傷があるはずだ。あるだろう確かにあるはずだよ。それは俺がお前に石をぶつけた時の傷だ。 いやよくお前とは喧嘩をしたものだ。しかし、私の左の向こう常にも、また右の向こう常にも、そんな傷は一つもないのである。私はただ曖昧に笑って、彼の話を聞いていた。ところで、お前に一つ相談があるんだがな、クラス会だ。どうだ嫌か大いに飲もうじゃないか。出席者が10人として、酒を2と。 これは俺が集める。それは悪くないけど2トは少し多くないかいや多くない1人に2章なくては面白くないしかし2となんてお酒が集まるか集まらないかもしれんわからないがやってみる心配するなしかしいくら田舎だってこの頃は酒も安くはないんだからお前にそこは頼む 私は心笑顔で立ち上がり、奥の部屋へ行って大きい紙幣を5枚持ってきて、それじゃ、先にこれだけ預かっておいてくれ。あとはまた後で。待ってくれと、その紙幣を私に押し戻し、それは違う。今日は俺は金をもらいに来たのではない。ただ相談に来たのだ。お前の意見を聞きに来たんだ。 どうせそらお前からは千円くらいは出してもらわないといけないことになるだろうが、しかし今日は相談方々、昔の親友の顔を見たくて来たのだ。まあいいから俺に任せて、そんな金なんか引っ込めてくれ。そうか。私は紙幣を上着のポケットに収めた。酒はないのか突然彼は言った。 私はさすがに彼の顔を見直した。彼も一瞬具合の悪そうな眩しそうな顔をしたが、しかし突っ張った。お前のところにはいつでも2章や3章はあると聞いているんだ。飲ませろ。カカはいないのか。カカのお釈で一杯飲ませろ。私は立ち上がり、よし、じゃあこっちへ来い。つまらない思いであった。 私は彼を奥の書斎へ案内した散らかってるぜいや構わない文学者の部屋というのはみんなこんなもんだ俺も東京にいた頃いろんな文学者と付き合いがあったからなしかし私にはとてもそれは信じられなかったやっぱりでもいい部屋だなさすがに立派な不審だ庭の眺めもいいヒイラニがあるな ヒーラギの言われを知,っているか知らない知らないのかと得意になりそのいわれは大にして世界的小にしては家庭またお前たちの書く材料になるさっぱり言葉が意味をなしておらぬ足りないのではないかとさえ思われたしかしそうではなかったなかなかずるくて達者な一面も後で見せてくれたのである なんだろうね、その言われは。にやりと笑って、今度教える、ヒーラリの言われ。と、もったいぶる。私は押し入れから半分ほど入っているウイスキーの角瓶を持ち出し、ウイスキーだけど、構わないかいいとも、カカがいないかお酌をさせろよ。女房はいない。と、私は嘘を言った。そう言わずに、 と彼は私の言うことなど点で問題にせずここへ呼んできてお酌をさせろよお前のカのお酌で一杯飲んでみたくてやってきたんだ俺の女房が都会の女垢抜けて愛嬌のいい女そんなのを期待してきたのならば彼にもお気の毒だし女房も惨めだと思った女房は都会の女ではあるがすこぶるやぼったい不器量のそして なのおあいも女である。私は女房を出すのは気が重かった。いいじゃないか女房のお酌だと帰って酒がまずくなるよこのウイスキーは。と言いながら机の上の茶飲み茶碗にウイスキーを注ぎ昔なら三流品なんだけどでもメチルではないから彼はぐっと一息に飲み干しそれからちょちょっと。 と打ちをして虫焼酎に似ていると言った私はさらにまた注いでやりながらでもあんまりぐいぐいやると後で一気に酔いが出てきて苦しくなるよへえおかど違いでしょ俺は東京でサントリーを2本開けたことだってあるんだこのウイスキーはそうだな60%くらいかなまあ普通だ 大して強くない。と言って、またぐいと飲み干す。何の風情もない。そうして今度は彼が私に注いでくれて、それからまた彼自身の茶碗にもなみなみと一杯注いで、もうない。と言った。ああ、そう。と私は上品なる社交家のごとく。